巨人紅白戦、白組赤組、11日、日向山マリンスタジアム宮崎。巨人は初の紅白戦で、いきなりのアクシデントが発生した。赤組の若林が一塁の守備時に走者と接触。球場は一時騒然となり、若林は負傷交代となった。2回、ルーキーの佐々木が放った打球を二塁の増田陸が処理するも、 送球がそれた。これを補給した一類の若林と打者走者が接触。その場でしばらく倒れ込むと足首を気にする仕草を見せた。その後、自力でベンチへ戻るもうれいにゃと交代となった。安倍監督は試合後、若林の状態について、いや、聞いてないんだよね、と言いつつも、ダメだったら立ち上がれないと思うから、と語っていた。